はい、講義の特徴ですか、オートマですね。まあ、そうね、独学でね、勉強してる人もね、いると思いますしね。まあ、ですけどもね、まあ本、その講義っていうことになると、まあ、結局だからあれですよね、やっぱり、ね、本には書けないところってあるんですね。ですので行間を読むっていうかね、そういうことがね、まあ講義の中でね、喋ってる、間を埋めてるっていうかね、そういうようなところは、ありますよね。まあどうしてもね、まあ何から何まで本に書くわけにいかないですもんね。長くなっちゃうしね、ですし、それからやっぱりなんかちょっと秘話ポイントっていうのは ありますからね。そうすると、そうですね、そこまでちょっと本に書けるかな。基本的に昔からの私のはね、2way の学習法っていうことをね、まあ、最初ね言い出したり、なんかしてるんですけどもね、要するに法律っていうのはね、表向きはすごい硬いんですよね。文章読んでても硬いしね、なんか用語も最初とっつきが悪いしね。だから、何がどうなのかなって、例えば過失って言葉一つとっても最初ちょっとこれイメージを取るのは難しいしなとかってね、まあいうようなことってあるじゃないですか。だからそういうところをね、説明するんですけどね、例えばだから、まあ、過失っていうのは何って、例えば無権代理やなんか、まあ、表権代理のところやなんかで過失、善意無過失ってどういうこととかっていうようなことをですよね。まあ何でもいいんですけども、まあ、例えば何かの時にですね、ちょっと本人にですね一本電話かける義務があったかどうかとかって、そんなようなこと言ってんですよっていうような形をね、喋ったりするわけなんですよ。例えばだから表権代理だとか無権代理だとかって騒いでますけども、そういうような時にね、例えば代理人じゃなくてね、本人に一本電話かければね、その本当にその代理人を選任してるのかとか、その代理人にどこまでのことを依頼してるのかとかね、いうようなことを本人に電話一本かければ、聞き取れるっていうケースがあるじゃないですか。でそういう時にそれがやるべきであるにもかかわらずやらなかったってことになると、そこが過失なんだよねとかね、そういうようなところっていうのは、やっぱりそのなんていうんですかね、そこを本に書き出すと冗長に過ぎちゃうんですよね。だからそういうことっていうのはやっぱり要するに本が分厚くなりすぎちゃってどうしようもなくなるじゃないですか。だから、まあ、そういうような、ね、こととかっていうのはね、やっぱり講義の中で喋りますよね。ですから、まあ、基本的にやっぱりそうですね、まあ、本もそうだし、まあ、講義もそうなんだけども、やはりその勉強しててね、楽しいっていうことが、一番大事なのでね、まあ、そういうことをね念頭にしてね、まあ講義でね、喋ったりなんかしますよね。だまあその都度その都度ね、臨機応変に、まあ、あとね講義やってるとね、この受講生の人が前にいるでしょ、でそれでね、何かね私がね喋った時にね、どこまで理解してるかね、手に取るように分かるんですよ。だから、そういうのがあって、例えば何らかのことをポーンと、まあ大抵そうですね、だから昔ね一回喋ったようなことをもう一回喋ったってことになると、どこまで分かってるのかなっていう感じで、ちょっと様子を見るっていうか、様子を見るまでもなくすぐ分かるんだけど、例えば私の方でこれ前喋ったことだから、まあもう一回ちょっと話したらすぐ思い出すだろうなと思ってチャラッと喋り出してもね、ちょっとみんながキョトンとしてることあるんですよ。これはね、あ分かってないなっていうのがすぐ分かるんですよ。でそうするとね、その部分をねちょっと分厚くやったりするんですよ。あこれダメだ、ここのとこ、ここみんなまだそこまで復習してないっていうか、まだ身についてないなってことが分かるでしょ。でそうするとね、やっぱりそこをちょっとね分厚に大事なことであれば特にね、分厚にやんないといけないから、じゃあ予定を変更してちょっとその辺ちょっと詳しくやってみたりとかね、いろいろするんですよ講義の間っていうのは。だからね、そういうね、なんていうかこう、リスポンスがあって、やってるから、まあそういったものに合わせてねやってる。でやっぱりまあそれはだから目の前にいる人と実際はDVD とかねビデオとかね、そういうのでご覧になってる方とね、まあ違う、まあ、ですからその DVD やってる人の顔は見えないわけですけれども、ただまあ大体平均的にやっぱり大体皆さんのね、ある程度その目の前にいる方の母数がいるわけだから、大体統計的に考えても大体ここにいる人とビデオを見てる人と大体同じレベルっていうふうに考えていいわけでしょ。だからそうするとね、そうやってまあいろいろね、ちょっとこの符はちょっと足しましょうとかね、この符ちょっといやいや、ここはだから意外に分かって
ってるような顔してるから、まあ、ちょっとまあ軽めでいいかなとかね、いうようなね、あの感じで、まあ、ツッツッとこうね、あの表情見ながらやるっていうことはね、あの講義の場合はねできますよね、うん、だからまあそういうような感じで、まあ基本的にそうね、やっぱり私の講義っていうのは、うん、やっぱりその、どうやったら記憶に残るかっていうことを念頭に置いてやってるんですよ。だからまあその、前から、まあ、いろんなところで言ってますけれども、私はその、のオートマっていうのは一体何っていうと、その、まあ、従来の、あの学習っていうのはここからここまで、はい、ポンってこれ試験範囲ですよっていうものをこう提供するわけね。でこうだだってピーッとこうやって、まあ、ある程度説明して、それであとは自宅帰ってやれってこういうことなんですけどもね。だからその、まあ、あのまあ記憶だとかを覚えるだとかってことについてあとはもうお前らに任せたと、こういう講義なんですよ基本的には、うん、なんですけれどもね、まあ、今もそういう教育方針の方きっと多いと思うんだけど、私は違うんですよ。私はだから人から覚えろって言われるのが嫌いなのね。だしその覚えるっていう学習っていうのはレベルが低いと思うんですよ、っていうのはね、物事っていうのは理解すると覚える必要がなくなるのね、でそこまで至るのが本来の学習だから、どうやったら、みんなが理解できるかなっていうことで喋っていくから、まあ、それだから言葉を変えていくというと、記憶法と一緒に学習対象をこ、要するにこうこう公開していくわけ、うん、まあ、当然だからここからここまでが、試験に受かるためにはここからここまではやってなきゃいけないよねっていう、そういうレベルっていうのはあるんですよ、うん、でそれは別にどこ行っても変わらないんだけど、うん、そこは当然提供するのは当たり前のこととして、そこの部分について、はい、こう、はい、記憶法と一緒に提供するわけね。だから私の講義ってなんかチャラチャラやってるように見えるかもしれないけど、結構計算してやってて、例えばここで一言ポンってこの言葉を言っとくと、今のところが、はい、これ多分印象に残って、あの受講生のみんなは忘れなくなるなとかね、はい、ちょっとだからそこだから 2way なんですよ、例えばだからその、まあ、ある程度の言葉、説明した時に、まあ、具体的にはちょっと今すぐ出てこないけど、ポンって何かね、うん、身近な話題を提供してねでこの場合もそうなんだよねとかね、感じでチラチラっとこうやったりするわけですよ。でそうするとそれがポンと入るんですね。でそれでね、忘れなくなっちゃうんですよ、うん、だからなるべくこう難しいことを簡単なこととくっつけてね、それであの印象を受けて、人間っていうのはね具体的なものしかね印象を持てないんですよ。だからまあ法律っていうのは抽象論だけど、それを何か具体的な事例に挙げて、それでポンとこの事例とこれをくっつけて、それでポンとポンポポンばっかり言ってますけどねそうやってね、提供するんだよね。だからね、おそらくね相当ね私の講義受けてればね記憶が楽だと思います、うん、というかね、覚えようと思ってなくても覚えちゃうっていうのは本来なんですよ。記憶っていうのは本来そうなの、うん、だからそのレベルにね、うん、達するようにね、持っていくんですよね。本当の記憶法っていうのはね、覚えようと思わなくても覚えてるっていうのでね、忘れようとしても忘れられないんですよ。これがね本当の記憶法なのね。でそういうことに至るとね、要するに意識的な努力による記憶っていらないのそれは当然忘れちゃうし、人間にとってそれはとても辛いことなんで、過去のことを忘れないようにしろっていうのはだからそういうんじゃなくて理解しちゃうんですよね。で理解することによってね、そこはね理解するっていうのはね、こう思想とつながってくる。だからか、まあ一番至近な例で言うと、昔から私が説明してるのはウサギとカメの記憶法って言ってるわけね。じゃあウサギとカメがどっちが勝ちましたかっつってね、あのカメさんですよねとかって話になるわけでね、これはだからそのなんつうの、やはりまあでもその裏にはいろんなことがあるわけで、例えばウサギさんっていうのはぴょんぴょんとね耳が長くてね、で足もぴょんぴょんしててね、実際走るの速いという知識もあれば、カメさんっていうのはまあ甲羅が背中に背負ってるからそんなに速く歩けなくてとこ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 と歩いていくもんだっていうね、その知識もあって、でさらにその2人が競争した時にどうなるかって話になった時に、でそこで金道の美徳っていう思想が出てきて、で要するにね、ウサギさんは私はね自分はぴょんぴょんって走るのは自信があるからっていうことで寝っ転がったりなんなりしてね、カメなんかに負けるかってこう油断していたところですね、でもカメさんっていうのはこう一歩一歩の歩みを止めることなくね、で結局山の上に最初にカメが登りましたっていう絵なんかもあって、これも印象付けですよね。でそういう形でなってるから、あれの話忘れないでしょ、うん、
で、あのうさぎと亀の話を皆さん覚えようとしましたかって質問するんですよ私うさぎと亀の話を覚えようと思って聞いた人なんていないでしょ。でそれからじゃあうさぎと亀どっちが勝ちましたかってことあんたは死ぬまでの間に忘れられますかって忘れられる人いないでしょ。これが本当の記憶なんですよ。だからそういうレベルにね、その法律そのものっていうものを堅苦しく考えないで、この条文ならこの条文、この判例ならこの判例っていうか意味があるんで、で意味がこういうことですよってことを思想と一緒にバーッとこう提供したんですね。でそのことによってね、覚えようと思わなくても覚えられて、忘れようと思っても忘れられないようにも状態に持っていくの、これがね大人の理想なんですよ。だからそれを、やっていくと、その受講生聞いてる方の側からするとなんか面白く勉強してて、いつの間にか受かっちゃったなっていうのが、これが最高なんですよ。だから私にとってはですね、だからその受講生のみんながですね、まあ、最近非常に増えてきてるんですけれども、合格しました、合格しまして、そのなんていうんですかね、私は楽しく受かりましたって言ってくれる人がどんどん増えてるんですよ。でこれがね私にとっては、ね、一番嬉しい話でね、結局そのちょうど自動操縦に乗ってくれたんだよね、うん、だから あんまり負担なく受かってるの、うん、そういうのがね大人のね基本思想ですよ。ということでね、まあそういうわけで、講義をねもういろいろそういうこと考えてやってるということですのでね、まあ一度、まあ、どんな講義かね体験かなんかしてもらうといいかなと思います。はい。